はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、久々にゴールデンタイガーさんに向かってまいりました。こちらのね、ゴールデンタイガーさんなんですけど、先日、麺の方が自家製麺に変わったということで、早速お邪魔してまいりました。で、今ねちょっともう食べてきた後なんですけど、今回いただいたメニューの方が限定メニューをね、2種類いただいてまいりましたので、早速本編の方へどうぞ。いただきます。はい、いただきます。麺、麺、麺。チャーシューがさ、めちゃめちゃこれでっか。
Thank you.
もうほぐいきますね、はい、ということでいかがだったでしょうか。ゴールデンタイガーさんね、もうめちゃめちゃうまかったよね。自家製麺になって今までとはね、また違ったコシとか食感味わいになってたので、今までね、まあゴールデンタイガーさんに行って美味しいと思った方でも、またね改めてお店に行って食べてみると違った美味しさがあるんじゃないかと思います。で、今回は特別にね、自家製麺を作っている製麺所にも撮影行ってきていいよってことで、承諾をいただいたので今ね来てるんですよ。ちょっとね、最近ね、製麺機なんかも僕も買ってね、こういったこの製麺技術っていうのはもう興味津々なので、ちょっとね見ていきたいと思います。はい、ということで製麺所に潜入いたしました。こちらが店舗等でも使用している自家製麺ですが、ストレートで綺麗な太麺ですね。こちらが製麺室の映像になるんですが、しっかりとした製麺機と攪拌機で、この大量に積まれた小麦粉、当日打つ分の麺についてはすでに製麺が終了していたので、そちらの映像はありませんが、機械等々を見てるだけでね、もうこれ何時間でも個人的には過ごせるぐらい魅力的なお部屋でございます。またこちらの製麺所さんからゴールデンタイガーさんでもいただいた TKM がオンラインショップまたは店頭販売をしておりまして、合わせて製麺所仕様のおしゃれな保冷バッグなんかも一緒に販売しております。製麺と販売を担当しているお二人がお待ちしておりますので、気になる方はお土産 TKM を店頭購入してみてはいかがでしょうか。またオンラインからの購入も可能ですので、概要欄から公式ページもご確認ください。